こんにちは、今回も昨日に続き同じカメラ GX7M3 を使って撮っていきます。で、設定を少し昨日とは変えて撮ってみて、よりいいのはどちらなのかというところをちょっと比べてみたいと思います。最初は 9mm、18mm のオリンパス広角ズームの 9mm ターンを使って撮って、途中からせっかくなのでレンズも変えてみて、パナライカの 15mm を当ててやるので、よろしければご覧ください。今日のセッティングを少し説明しますと、昨日に比べるとサイドを少し落として、でコントラストを下げて、そしてシャープネスも下げてっていう、ちょっとややマイルドになるようにっていう感じにしてみました。ちょっと昨日カラフルで良かったんですけど、少しどぎついかなっていう感じもしたので、その辺も和らげてマイルド方向に振ってみたっていうところですよね。これでなんか豊かな色合いで、しかもちょっと落ち着いたみたいな、そういう色調とか雰囲気になってくれたらいいかなという意図を持って、やや強めにそのような設定に変えてみて、いろいろやってみると、そこの中でより正解に近いものっていうのが見えてくると思うので、いろいろ振ってやってみたいと思います。今はこのオリンパス使って撮っている感じですね。はい、今レンズを変えてみました。ごめんなさい、今日は風が猛烈に強いので、あとピンマイクを使っていないので、かなり風の音が入ってしまうと思いますけど、映像だけ見ていただければと思います。これはパナライカの 15mm ですね。これを使って今撮っているところです。今使っているこのパナライカの 15mm っていうのは、描写的にはもう私が持っているレンズの中でも抜群で、非常にいい絵を撮ってくれます。ただ画角的に 15mm っていうことで、広角としてはやや狭めということもありますし、あとはこの GX7M2 の時よりも3になって、この 4K で撮る時のこのクロップの割合が大きくなったので、さらに画角が狭くなっていると思うんですね。というのがあって、ちょっと使いどころでもうちょっと広角使いたいなっていう時に難しさを感じるっていうのがあるので、非常に難しいところです。で、今はオリンパスの以前から持っていた 9mm から 18mm っていうのの広角端 9mm を使って撮っていくと、画角的にはこれでかなりいい感じに撮れるんですけど、ただ画質的にこのパナライカの 15mm と比べてしまうと、後でもう今日ちょうど同じところを撮っているので見比べられますけど、かなり違うんじゃないかなというふうに思うんですよね。かといってここでまたパナライカのありますよね、 8mm から 18mm とか、あと 10mm、60mm とかっていうのがズーム、あるいは、12mm の F1.4 とかあるんですけど、それぞれ結構やっぱり重いんですよね。この GH5 で使う分にはそれなりっていうところ、割とマッチングいいと思うんですけれど、この GX7M2 の持ち味を生かすとなると、ちょっと重いかなっていうのがあって、オリンパスの広角ズームっていうのが非常に優秀で、画質もそこそこですし、あと重さが 150g ぐらいなんですよね。なので他のいいやつと比べると重さ的に半分っていうのがあって、気楽に撮れるっていう、そこのメリットで、そこそこ綺麗にも撮れるっていうところもあったりすると、なかなか難しいところですよね。もう GH5 にしてしまうんだったら、変えてもいいんですけど、それでいっそのこと、その聴覚ズームで見る本格派っていうところも、いずれはそういう方向もあってもいいんですけど、まずはこういったちょっとある種軽装備のモチベーションが低い、やる気がない時でもパッと撮れるみたいな、そのような体制がもともと好きなものですから、仕事をしつつ、ちょっとその合間合間にパッと撮るみたいなスタンスですから、ここのところで何がいいのかっていうところ、ちょっとなかなか悩ましくて、しばらくは今のパナライカ 15mm、 あるいは
オリンパスの9-18mm、それ以外にもハナの12-32mm とか持ってたりするんですけど、そのあたり使い回しをしながら、場合によってはちょっとまたレンズも足していく、あるいはボディも足していくみたいなことを考えてみたいと思います。というところで今日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。